はい、超駅太郎です。えー、ね、特殊詐欺、えー、闇バイトでね、勧誘ということでね、このニ,ニュースをね、きちっとお話ししておきたいと思います。名古屋市の、えー、公園のトイレ、まあ、まだ最近ですよね、13日の話なんですが、13日にニュースになってた話ですね。特殊詐欺の被害金と見られる現金を回収していた容疑で、警察に男が逮捕されたと。なんと、これは、 44歳の男、闇バイトとして集められていた。この、特殊詐欺の被害金を回収するグループのメンバーなんですって。まあ、名古屋市、東区の無職の男、44歳が、名古屋でやるんだね。中村区の公園のトイレで特殊詐欺の被害金とみられる現金120万円を受け取ったとして、 組織犯罪処罰法違反の疑いが持たれているということで、SNS で闇バイトとして関与された。うーん。やっちゃうんだね、44歳でもね。うーん、なんとも。ねえ。本当にこういうことが多いんでしょうね。で、警察は89歳の女性から現金2000万を騙し取ったとして、北九州の自称、 自営業の35歳を詐欺の疑いで逮捕したと。で、これまでの調べだと、この特殊詐欺の被害金を回収するグループのリーダー、この35歳がっていうことなんです。で、グループはこの公園のトイレで現金の受け渡しを複数回行っていた。警察が実態解明を進めている。えー、だから、 どういうことかって言うと多分合わないんだろうね。トイレに行って、置きます、入ります、みたいな。だから、一瞬無人になるときがあるのかなどうなのかいて渡すのかなね前も、あの、横浜バのごと殺人の事件で、あの、女がね、 えー、旦那に言われてやったっていうのが、あれもトイレだったよね。だからトイレっていうのが一般的になってんのかな今。それとも待っていて中に投げ込むとかそんな風違うよね。でも、この、なんていうのトイレでお金を、を置く、あるいは受け取るっていうの,の時点でもう普通じゃないよね。もうこれは犯罪ってわかってるよね。 なんか通常の仕事ではないよね。どう考えても。そんなまともな仕事でトイレに、で、なんかか、なんかも、品物を受け取るとか、渡すとか、置いとくとかだってありえないもん。ねだからやっぱりそうなると、まあ人通りのないようなトイレ、まあ今さ、正直言ってどうなんだろう公園のトイレなんて使う るのかなでも、前、女の人っていうことは、女のトイレ側に入れるっていうこと男のトイレに入って取ったってことなのかなさすがに、性別が違うところに入るっていうのは、はばかられるよね。ねえ。うんで。トイレも重要ポイントなんだね。まあ、依然と、この特殊詐欺の、 被害は減ってないですよ。最近また高額何億とか何千万っていうのが出てきてるんで、いや、これだけ啓蒙、これだけ言ってもわからないというか、あの手が混んでるんですね。非常にあの複雑になっているんです。単純に。もしもしとか、俺オ俺レオレとか言って、あの、事故しちゃったとか妊娠させちゃったとか、そんな単純じゃないんですよね。やっぱりン付金とか、 お金が戻ってきますよとか、あるいは、えー、口座が狙われてますよっていうような形で、えー、何度か、あの、手を変え、品を変え、えー、人が変わったり、警察っていうや,やり方が多いんですよね、今。うん。警察という言い方で、警察なんで、で、口座に移してとか、うん。ねえ。 まあ、あるいはビットコインの口座を作って、ビットコインに変えてそこに入れる。で、本には入ってるけど、もうい入れたところはもう抜かれちゃってるっていうようなこともあったりするんで、なかなか簡単じゃないですねうん。まあ、ただ、その闇バイト強盗のインパクトが強いから、特殊詐欺って言うと、あ、詐欺ねって終わっちゃうのが怖いですよ。ちょっと前まではもう特殊詐欺って言っても、 でもやっぱりフェーズが変わってきた。ね、命が狙われる。いきなり家に入ってきてぶん殴られるなんていうことはありえないからね。ちょっとこのところ被害がなくなっているんで、うん。あの、安心はしてますけど、これで終わったわけじゃないので、皆さん気をつけてください。以上です。